はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。今回はですね、ちょっと珍しくなんですけど、授業について話をしていこうかなと思います。内容ではないんですけどね。皆さん、授業をするときに結論を先に言いますか、それとも順番に説明をしていって結論は最後に導き出しますか、あと結論から言うか例えから言うかみたいな話になると思うんですけど、僕はね、これ両方ともちょっと違うって思ってるタイプなんですよ。結論を先に言うか結論を後に言うかじゃなくて、一番最初に言うべきことはつかみなんですよね。これはですね、スティーブ・ジョブズの iPhone の発表のプレゼンを見ればすごくよくわかるんですけど、 Apple は3つの新製品を今から投入しますと。1つが、iPod、 もう1つが携帯、もう1つが、インターネット通信システム、まあサファリのことですね、を3つ出しますと。で、会場を沸かせた後に、3つのデバイスじゃなくてこれが1つのデバイスなんですって言って盛り上げて、これの名を iPhone って言いますっていう感じでスピーチが始まってたんですよ。で、その iPhone の説明をその後に、まあ割と長い時間かけて歴史とか背景とかも紐解いていきながら解説をしていくっていう流れだったんですよね。あのスピーチが正直一番使えると思うわけなんですね。掴んで結論を言って解説を始めるっていう、いわゆるもう鉄板がビシッと揃っているのがあのプレゼンなんで、一回見てみてほしいかなって思います。じゃあつかみって例えば何やればいいのかって話なんですけど、これね、いっぱい話すとめちゃくちゃ時間かかるんで、一つ話しておくんであれば、例えば、まあ、社会の授業とかだったらどうやってその単元をつかもうかなって思った時に、ちょうど日露戦争のところだったんで、みんなってさ、誰かと誰かが喧嘩したら仲のいい方と悪い方のどっちにつくみたいな話のつかみから入ってったんですよね。で、その日露戦争の日本とロシアをそれぞれ支持する国がどうやって動いてたかみたいな展開に持ってったんですよ。一応僕は英語の先生なんですけど、鉄板ネタが分かってればそういう風に掴んで授業に入ることができるんで、その掴みの部分を結構一生懸命考えるっていうのは授業を組み立てる上では重要かなと僕は思ってます。よろしく頼むぞ。掴みの部分をどうやってやっていくかに関しては、これ喋ると長くなってありえない長さになるんで、ちょっと区切りながらまたやっていこうかなと思いますが、掴み、結論、例え、まあ解説ですねっていう順番はかなり使えるので、ジョブズのスピーチも、ちょっと見ながら、研究の方をして授業に生かしてほしいなと思ってます。動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。